皆さん、こんばんは。ガンクラッシュということでですね、約10分ほど遅れてスタートいたしました。あ、これ入ってるんじゃない？きっと。このせんべいの音も。あ、リアルでいいですね。はい。はい。今日はですね、ちょっとコメント打ってみましょうかね。ちょっと今コメントをいくつか打ってみたんですけど、見えてますか？あとは、あ、どうでしょう、こんな感じで打ててますね。はい、ではやってまいりました。ちょっとこれマイク大丈夫かな。はい、じゃあ皆さん新年明けましておめでとうございますと言ってもですね、もう今日は1月の23日の土曜日なんですね。まあ世の中では、世の中ではというか、まあこの日本中ですね、世界中まだまだ新型コロナちゃんのですね、感染拡大に伴ってですね、自粛ということで、毎晩8時以降暇ですね。うん。最近僕はですね、自炊というか、料理にはまり出したわけですけれども、僕が料理をしだすとですね、横やりが入りましてですね、結局僕が作らずに終わるっていうパターンがほぼでございます。さあ、そんな牛島がお届けする本日の、YouTube ライブ、牛。今年は12年に一度の牛島イヤーでございます。そう、牛年の幕開けでございます。モーモーです。ということでですね、そんな牛年の、牛年にふさわしいですね。早速、牛年にふさわしい、カメラトラブルが起きております。こんなこともよくあることです。これ治りました？これ。ちょっと待ってね。これでどうでしょう。はいはい、ちょっと全部聞こえてるんでね。はい、大丈夫ですよ、やってるんで。はい、どうでしょう、治りましたかね。はい、はい、ということで、戻ってまいりました、牛島です。さあ、ということで、今日も短い時間ではありますけれども、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思います。ちょっとコメント見たいです。はい、ちょっとちっちゃくて見えないんで、これ大きくなるんですか。ゼニガメさん、谷口さん、こんばんは。まあよし、ちょっと、まあみんなこんばんは。じゃあ行くよ、盛り上がっていこうぜ。こんなこと言ったらバカにされるけど、本当に本当に愛してるよ、ねえ笑うなよ。 Yeah!君と出会ったのは確か友達が開いたパーティー、向かいに座ってた君は控えめに笑っていたね。思いもよらないことで話が盛り上がったから、次の休みに誘ったんだ。みんなで、それからいろいろな場所へ二人で出かけに行ったね。ちょっと贅沢した食事や荷物で揉めた旅行、大きな喧嘩もしないで今までやってこれたこと、きっと君だからだと思うよ。
辛いこともある、苛立つこともある、そんな時は二人でのんきに過ごしてみよう。こんなこと言ったらバカにされるけど、みんなで本当に本当に本当に愛してるよ、ね笑うなよ。さあ画面の中の皆さんも一緒に盛り上がっていきま、シュッ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 。あれはいつだっけな、君が急に泣き出した日、人のために泣ける君に惚れ直したんだよ。優しい気持ち、たまにおせっかい、まあそこは多めに見るよ。さあもう一度皆さんで、今風に流されないで、 Go my way を貫いて、いわゆるなんとか前も全く気にしないよね。二人の思い出が増えていくたび、不安もきっと増えるけど、のんびり行こう。 Yeah 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 yeah。格好つけるけど、ご愛嬌ってことにして、ララ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 ラ。もちろん辛いこともある、苛立つこともある、そんな時は二人でのんきに過ごしてみよう。こんなこと言ったらバカにされるけど、みんなで本当に本当にありがとう、もう一丁、本当に本当に愛してるよ、もう笑うなよ。イエーイ、このまま行くよ。ウォ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 、はい、ララ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 ラ。不器用ラブレター。君に恋をしちゃって、ドキドキ止まらなくて、寝ていても起きていても君に夢中なんです。口下手な僕だから、なかなか言えないけれど、誰よりも君の笑顔を守りたい、心に決めたから、この歌を聴いてみてよ。ララ大好きだよ、君の全部を抱きしめたいんだ、出会えたこの喜びをいつまでも忘れはしないよ。 Yeah!いつもとは違ってる、朝日が降り注いで、大好きな君がまたさらに好きになってます。数えきれないほどの心配をかけたけれど、誰よりもみんなのすべて愛したい、心に決めたから、この歌を聴いてみてよ。ララ大好きだよ、君の全部を抱きしめたいんだ、君という宝物を
いつまでも話したりはしないよ。 出た BTS。自信のないこれまでが幸せのこれからに変わる。選んでくれてありがとう。この歌に込めて確かな愛を誓おう。ララ大好きだよ。君の全部を抱きしめたいんだ。出会えたこの喜びをいつまでも忘れはしないよ。ララララのララ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 。どうもありがとうございます。さて今日も始まりました、ね、YouTube ライブ牛ということでですね、1月も元気にいきたいと思うんですけれども、早速コメントたくさん来ますね。ありがとうございます。ちょっとなんか見えるのがあるのかな。こっちで見ろっていう話ですね。はい、どれどれ。おー、いっぱい来てますね。松浦彩香さん、最高って来てますね。インバさん、牛拍手って来てますね。前文字をね、読んでね。はい。ゼニガメさん、イエーイって来てますね。その他、いろんな方から、コメント来てます。どうもありがとう。来てるじゃなくて、返事とかじゃなくて、はい、それに対して何か言うとかじゃなくて、はい、来てるという報告です。報告をしてます今。あ、谷口雄一さんからですね、蜂がいっぱい届いております。ありがとうございます。これはどういう意味ですか？パチ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 です。あ、拍手ですか。拍手を字に変えると皆さん数字の8を使うということですね。よく覚えておいておきましょう。僕もじゃあこれ代わりに8を、はい、僕も8を打たせていただきました。で、ということでですね、ご両親が今います。横でせんべい食べてますね。はい。さあ、ということでですね、昨日、1月の22日、毎週金曜日の夕方5時はですね、YouTube の、更新日ということでですね、昨日も、YouTube の方公開されたんですけれども、ご覧いただけましたでしょうか。最近ですね、なんとなくこう YouTube の勝手も分かってきてですね、まあ、週に1回のこうルーティーンが体についてきているところなんですけれども、昨日公開したのが大人気アニメ、鬼滅の刃の、映画主題歌ですねの、鬼滅の刃っていう歌じゃなくて、ホムラっていう歌をねカバーさせていただいたんですが、どうでしたかね。僕的にはまあ毎週のことですけどもね、なかなかいい、良かったんじゃないかなって思ってますけど、ピアノ一本で、やりました。The First Take っていうもののね、バージョンをですね、はい、やらせていただいたんですが、まだの方いたらね、ぜひ聞いてください。さあ、ということでですね、もう今日は無料配信ライブということですので、早速次に行きたいと思います。次はですね、コメント来てますね。じゃあコメント読んじゃおうかな。みんながコメントくれるからね。ホムラのカバー最高です。ルチャ、ホムラ。ルチャ、ホムラ。これはなんか、何と返していいのかよくわかりませんね、これはね。牛島の刃、最高でした。と
来てます、正孝さん、みゆきさん元気ですかと、なんとか生きております。元気だよ。はい、そうですね。では、はい、そうですね、はい、はい、ということでですね、皆さんに、ちょっとしたニュースがありまして、もうご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、つい先日、去年の3月にリリースしたバラエティという、まあ、今ねこの絵も、置いてます。僕のねこの素敵な米崎幸恵さんという方が描いてくださったこれ絵、これ原画です。あのアルバムのジャケットにもなってますけれども、これすごくないですか。これもう横に並ぶと もう僕にしか見えないよねこれ。本当になんか似てますね。やっぱ当たり前だよね、僕描いてもらってるんだから。本当素晴らしいんですよこれ。もうあの僕のね自宅にこれも飾ってるんですけれども、今日はそれを引っ張り出してきて、ともくんの席に置いてます。なんか死んだみたいだね俺が。そう、ともくんの追悼ライブみたいになってますけども、ね、後で登場するんでしょうか、ここに椅子があるということは。さあ、ということでですね、そのバラエティの中から、つい先日 YouTube でですね、ミュージックビデオの再生数が1万回を突破しました。ありがとうございます。なんとここ1ヶ月ぐらいでね、チャンネル登録者数がだいぶ増えまして、本当にありがたいんですけれども、まあそのチャンネル新しく登録してくださったチャンネル登録者数の方々に、嫌われないようにですね、僕も歌っていきたいと思いますので、それではまずそのオーバーヒートを今回はアコースティックバージョンでお送りしたいと思います。最後までゆっくり楽しんでください。オーバーヒート、オーバーヒート、やけに伸びた前髪が風の強さを知らせる。雨雲をさらってくれるなら向かい風も悪くはないね。やる気持ちを抑えながら軽はずみな空を見る。忘れたことすら忘れていた、あんなにも大切なものを。幸せの代償に重ねた嘘、見えない明日に溶けた。オーバーヒートしそうな魂が今もまだ心と体を震わせる。希望と不安が固く見て嘆き、不確かな未来が輝いてる。幾度となく枕を濡らしてカビ臭い夢を見てた。眠れない夜を重ねても答えは出ないことを知った。毒にも薬にもならないような言葉はもういらない。オーバーヒートしそうな魂が今もまだ君へと思いを走らせる。去りゆく背中に投げかける言葉が優しさであるように強くなりたい。オーバーヒートしそうな魂
が今もまだ心と体を震わせる希望と不安が固く見て招き不確かな未来が今も遠く遠く輝いてる。続いてはいい曲、さよならです。長いレールの先には何もなかったな。途中立ち止まるという点も何度もあったのに、頭では分かっていても止まれなかったな。日常を崩してしまうこと恐れすぎてたな。なくしてから分かるなんてよく言ったもんだよな。その通り寒力なままこの部屋へ朽ちてゆくよ。君とはもう会えない気がしてるんだ。さよならの代わりの短いキスで気づいたんだ。ドアを出ればすべてが終わってくんだ。もう過去にはすがりはしないぜ。揺れるカーテンを見つめたまま遠く泳いだつもりが進んでなかったな。呼吸は整わないまま体温は下がってた。いつまでも幼稚な僕がよくここまで来れたよな。どういうわけかわからないまままたここで溺れてるよ。僕にはきっと君以上はいないんだ。ありがとうも言えずにこんな女々しく歌ってるよ。ドアを出れば冬の匂いがしたんだ。もう明日は寒くなるらしいね。それを話すこともないんだよな。きっといつかは忘れるんだろうな。でも今は声も笑顔も巡り続ける記憶の中。短いキスで気づいたんだ。ドアを出れば全てが終わってくんだ。もう過去にはすがりはしないと揺れる心に告げたんだ。さよなら。
どうもありがとうございます。今日は新年一発目の、オンラインライブということで、さよなら特別バージョンでお送りしました。君とはもう会えない気がしてるんだ。何でしたっけ、なんか歌詞甘々だったもしかして。いや今日はだからスペシャルバージョンですよね。はい、君とはもう会えない気がしてるんだ、さよならの代わりの短いキスで気づいたんだ。そこ合ってた、ね、合ってたね。ほら次オチオチ、さよならもありがとうも伝えることはもうないけどはいはいはい。君とはもう会えない気がしてるんだ、さよならもありがとうも伝えることはもうないけど、窓を開けて秋の風を吸い込んだ、もう過去にはすがりはしないと揺れる心に告げたんだ。さよなら。ねえ、なんか歌い直すことでなんかこう取り戻そうとしてるけども君はなんかね、次のなんかあの何ですか、なんかアルバムがなんかね出すことがあればね、ね、はい、ぜひね、この曲収録したいんですけれども、さあじゃあともくん入りましょうか。はい、もう今言われる前に入ろうとしました。今もういいでしょ。はい、ではさあ、本日もやってまいりました、我らが大将池上智博さんです。イエーイ、おいっす。ごめん、どかします、すいません。はい、俺もメガネかけてないから全く見えないわ。コメント見ます、見ましょう。コメントもあれなんですけど、こちらの、オンラインライブですね、何を隠そう、私のあのファーストアルバムバラエティというアルバムがありまして、そちら、絶賛発売中でございます。わい、こちらです。もうあの累計、売上枚数はもうすごい枚数売れてるんですけど、ね、両手の指じゃ数えきれないです、ね、はい、すごい売れてるんですけどもね、まだまだこちらのやっぱね、最近僕思いますけど、配信とかね、いやありますよ、もう手軽に聞けます。ただね、やっぱこれ持っててもらいたいですね、まあ作品としてね。そう、作品、うん、なんでかっていうとね、これはいつかは廃盤になっちゃうんでまあそうだね、そうそうだね、配信のやつはいつでも聞けるかもしれないですけど、このものっていうのはね、廃盤になっちゃうともう二度と手に入らないわけですよ、ね、これね、武道館とかでやるようになってから知らんよもうっていう話なのかな。これをだからこのフィルム、キャラメル包装剥がしてないやつで1枚持っててで僕がもしね売れちゃった日にはもうこれメルカリでいくらになるか。そうだね、そう、その時の資産のために持っといておいてほしいですね。そうそう、もう金は今買えないですからね、代わりにこれを買っておけばそうですね、そう、シュプリームも今ちょっと転売が下落してますんで、うん、その時のこういう牛島龍太のねバラエティっていうのはう時のためにね、俺らも頑張ったらもう絶対いいよ。まあそんな冗談ですけどぜひね、こちら今ご覧いただいている YouTube の放送の下概要欄のところにですね、購入できるフォームがございます。もしくはまあダウンロードとか、ストリーミングのサイトも全部まとめサイトも載ってますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、まあ、このバラエティのアルバムもそうなんですけれども、来週の金曜日ですね、僕が毎月有料チャンネルとしてやっている、有料放送でやっているネットウシックスというオンラインの、配信ライブがありまして、これは来週の金曜日の21時から、スタートします。これはね、このライブの倍ぐらいやりますし、毎月スペシャルなコンテンツでやってますので、そうですね。はい。先月は、クリスマスということで、ご覧いただいている方と、会話、通話、通話をしてですね、近況報告をしていただ
そう、なんかそんなような毎月ちょっと楽しい企画を考えてますので、ね、あのぜひ皆さんあのふるってご参加いただきたいです。ここもですね、同じく概要欄の一番上のところにですね、登録すると見れますんで、登録していただいて、その本なんかホームページみたいなのがあるんですけど、そこ の, あのスタッフブログっていう日記がバーッと並ぶので、そこであのあの毎月ね、あのチャンネルの この URL から有料放送見れますよってお知らせが入りますので、ぜひねこちらもご覧ください。あの毎月やってます。はい、来週の金曜日、そして24時半からは、その日の24時半から、1月の29日の金曜日の9時からなんですけど、その前の20時半からはですね、こちらの本番直前無料配信の方も、こちらの YouTube のチャンネルで行いますので、有料会員の方はですね、8時半から見ていただいて、10分のインターバルあって9時からスタートというような感じです。で、今無料の方も、無料放送もですね、20時半から、20分間行いますので、まあちょっとまだ迷ってるなっていう方はですね、そちらで見ていただければなと思います。さあ、それではですね、次の曲というかもう最終コーナーに突入しますけれども、もうトモくんが来たということはですね、もうバッチリあの最高のナンバーなんですけれども、あれ次、はい、次の曲、曲名見たことない曲です。お、新曲ですか。こうもう見せてあげたいな。見せてください、はい、こう見たらもう分かっちゃいますけどね。ね、新、次は誰も見たことない曲ですよ。ウッシーから送られてきました、今日やるセットリスト。これ見えるかな、見えないか。もうちょっと引けば見えちゃう。あ、オートフォーカス切ってるからか。ね、君の虜っていう曲を次やるんすけど、ちけえな。ごめんなさいね、すいません。はい、君の虜っていう曲を次やるんですけど、牛から着物の虜っていう着物っていう曲が送られてきたんで、やばいじゃないですか。やれないかもしれない。あらららなんかポンコツだよね。だから次の曲が君の虜なのに、僕はこうやって送ってたってことなんだよね。そう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 、あ、すごいそのシステム。着物取りか。ということで皆さん、京都のね、ええ、和服友禅のね、そうですね、和服友禅のテーマソングで着物取り子という。この着物取り子はですね、最近もこれ言ったんですけど、海外の共に南、あの 中東南米ですか。そうですね、まあ、なんていうのかな、あそこあの一番ヒットしたのはバミューダ。バミューダ、カリブ海周辺とかなのかな。そうなんですよ、ちっちゃい島なんですけど ね、バミューダの方で1位獲得して、なんだっけ、あのフィリピンとかでもそう、あの総合チャートの、そうですよ、あの20位ぐらい入ってるとか、総合チャート、そう、嵐より牛島竜太の方がバミューダでは売れとるということですね。そうなんですね、はい、危ないですよ、もうこれ島動かしてまうで。島動かしてまうで。60万回再生されてますからね、合計延べ全世界で、ね、バミューダの人口分かんないけどね、うん、そんぐらいだとしたらみんな聞いたことあるみたいな。 Hi This is リュータ牛島。 Hi バミューダ、バミューダ、バミューダ、サンキュー。バミューダーズピーポー、ベリーサンキュー。 OK、 では行きましょうか。続けてでいいのかな。はい、もう大丈夫です。さあ皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。ウォン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 。まずはイエーイ。さあみんなで途中の無理無理あと1コロ一緒に歌って盛り上がりましょう。 Hey Every day っていうか永遠、君を閉じ込めた今マイルドリコにされちゃって、もう I give you anything that you want。 バミューダー、どうしたのなんて言って、あざとい目で見つめないで。
押し寄せる僕のもとへ、君への気持ちのように浜辺ではしゃぐ君は何を思っているの、yeah、流れるビートが胸躍らせて思わず全部伝えそう。さあ来るよ。 Every day っていうか永遠、君を閉じ込めたい今マイル。男ってバカだね、軽いスキンシップで、ねえ somebody somebody どうなってんのよ今マイル。虜にされちゃってもう I'll give you anything that you want yeah。濡れた体が眩しい、太陽なんて日じゃない、流れるビートの速さが変わる、勢いも大事かもな。Every day っていうか永遠、君を閉じ込めたい今マイル。女ってずるいね、軽いスキンシップで一頃、ねえ somebody somebody どうなってんのよ今マイル。虜にされちゃってもう that you want ギターソロ。夏の魔法だね。止められそうにな。わあ、さあみんなで拍手。 Every day 君がいてくれたら何もいらない、君が欲しいからなんて言えるかな。マジで無理。 Every day っていうか永遠、君を閉じ込めたい今まで。男ってバカだね、軽いスキンシップで一頃、ねえ somebody somebody どうなってんのよ今まで。虜にされちゃっただから、 I'll give you anything that you want さあ皆さん、あっという間に最後の曲です。最後はコロナに負けるな、みんな走れます。夢に向かう扉を今すぐに開けよう。やりたいことだってきっと叶うはずだよ。つまずいても気にせずに前を向いて、輝く明日なら君のすぐそばにある。
始めることに遅い早いなんてのプロブレム、どんなに小さくてもまだ形は見えなくても、泣いたっていいよ、きっと乗り越えられる、なんでもないっていうことは何かあったってことでしょ、負けないでほら、何度でも立ち上がれる、ちょっと真面目すぎただけ、また一歩踏み出そう、夢に向かって走る、ここでいつも待ってるよ、立ち止まったまんまでもう迷わないで、進んできた日々は絶対無駄じゃないよ、ずっと憧れていた自由に描く Future World、 これからも描きたい、それでいいんじゃない、大丈夫を信じて、我慢しないで、泣いたっていいよ、きっと乗り越えられる、なんでもないっていうことは何か変えたいってことでしょう、負けないでほら、何度でも立ち上がる、ちょっと優しすぎただけ、また一歩取り戻そう、夢に向かって走れ、ここでいつも待ってるよ、 Yeah!さあ画面の中の皆さんで、その調子ほら、ゴール見え隠れしても、大きな声出して輝く明日、この手に間違っていいよ、もっと自由になれる、何でもいいっていうことは何か始まるってことでしょう、逃げないでほら、何度でも空飛べる、ちょっと怖がりなだけ、また一歩踏み出そう、夢に向かって走れ、ここでいつも待ってるよ、ありがとうございます。ということで、何人かの方アンコールいただいてます。あ、じゃあ今日アンコール用意してないんですが、あれにします？言ってください。あの新曲鳥、
そうだね、トリガー1月1日はい、そうですね。皆さんが大好きな曲ホムラおい、できねえよ。さあ、ということでありがとうございます、最後、本当に最後です。最後になりますけれども、ちょっとね、最後送る、はい、これだけでいい OK、 OK あります見ますこちら、バラエティですね、絶賛発売中でございます。ぜひですね、皆さん、もう配信とかストリーミング、 LINE ミュージックとか、Apple ミュージックとか、その他もろもろ配信スト、Spotify とかでですね、配信されてますけれども、ぜひこちらの原版の方もですね、お持ちになっていただけたら僕嬉しいなっていうふうに思います。ぜひよろしくお願いします。そして来週の金曜日はですね、ネットウシックスボリューム8、早いもので第8弾になりますけれども、こういった形でですね、有料バージョンの、もっともっと内容を濃くした、オンラインライブの方も開催しておりますので、ぜひ皆さん、そちらもご覧になって応援していただければなっていうふうに思ってます。さあ、それではですね、最後になりますけれども、今年2021年の一発目、1月1日にですね、僕の YouTube チャンネルの方で公開したバードという、僕の新しい曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、まさに今この、コロナ禍の中ですね、僕ら、それぞれもともとは孤独同士だったけれども、だからといってそれにこう孤独であるということをネガティブに捉えるんではなくて、一緒に孤独同士だけれども空に飛んで一緒に羽ばたいていこうよというようなメッセージを込めた、楽曲になっています。すごく明るくて前向きになれる曲ですので、ライブがあったらもう、盛り上がることは間違いないんじゃないかなって思ってますし、ぜひですね、こちらの曲も評判が良ければ次のアルバムに入るかもしれないしそうだね、だから評判コメントを今打っといてもらえれば、はい、もしかしたらアーカイブをね、はい、どなたか関係者の方がそれを見ていいじゃんバート、はい、なので、はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、そして、次回もしアルバム作る際はですね、中入さん、そして谷口さん、また絵の方を出たこれの第2弾をですね、ぜひよろしくお願いします、はい、もう僕のアルバムはもうこういう素敵な絵で作るっていうのも僕決めましたんでよろしくお願いしますね。皆さんこういうのがいいですよね。僕もどんどんコレクションしていきたいと思ってますさて、最後です。バードの皆さん、本当に今日はお忙しい時間を、僕のために使ってくれてどうもありがとうございました。最後まで皆さん幸せな耳を作ってそして素敵な感動する歌を歌っていきたいと思います。東京都は牛島隆太さんでバード。落とした羽を集めて今でも空を飛べるさ、感情は置いていこう、夢だけ背負っていこう、きらめく星を眺めて何を話してたんだっけ、なんか思い出せないや、笑ってたこと以外、ありふれた道のありふれた花も同じものはないから、何も言わなくていいよ、僕らは初めから孤独私だっただろう、濡れてもはぐれても空の広さは変わらない。
自分だけの羽で僕は待ってるよ一緒に行こうぜ錆びついた夢を拾ったら体が重くなっちゃってなんか思い出せないやダメになったこと以外ありふれた日々につまずいたことが辛くものもあるから何ももう笑っていいぜ僕は初めからここに来ること知ってたよ Oh, hey, yeah, yeah. La-da.ありふれた道のありふれた花も同じものはないから何も言わなくていいよ僕らは初めから孤独同士だっただろう濡れても隠れても空の広さは変わらないから自分だけの羽で僕は待ってるよ一緒に行こうぜ言葉が途切れてもずっと僕らはつながったまま自分だけの羽はここに持ってるよ一緒に行こうぜ一緒に行こうぜああ Yoo-hoo!どうもありがとうございました。バイバイ。手動で消しに行きます。皆さんどうもありがとうございました。みんなコロナには気をつけてね。また来週金曜日お会いしましょう。バイバーイ。